ズンダモンモビルスーツ大好き。100式好き。100年使えるモビルスーツ。通常の3倍どころか100倍の機動性を誇るクワトロ専用機。本来顔はガンダムフェイスで、機体色はトリコロールカラーだったが、初代ガンダムに敬意を表し、今の顔と金色の機体色になった。ちょっとちょっと、どうしたの？はい。なぜ全て嘘の解説を当然のように喋っているの？キレも狂ったの？インターネットなんてクソだからよ。こうやって嘘情報を喋ってれば5年後ぐらいには本当になってるぜ。やめなさい。多分そうだろうけど。ガンダムも突然出てきた後付け設定がどんどん公式化していくだろう。あれ全部真に受けるの。どうかと思うぜ。いいじゃない。設定が深くなっていくことは。今日は100式の話をするんだがな、後発の設定は抜きにして初期設定、本来の100式を語らせてもらうぜ。俺の好きだった100式の話をな。どうぞ。ポイント1、設定の変遷。100式の開発経緯はウィキペディアによると、つまり各種書籍やガンプラ説明書などの記載を総合すると現状こうだ。本機はまず非可変型モビルスーツとして設計された後に可変型モビルスーツへの転用が検討され、最終的には再び非可変型モビルスーツに差し戻されたという開発経緯を持つ。もともとアナハイム社は試作型のムーバブルフレームを保有しており、イッグディアス以後の機体として格闘専用モビルスーツのフレーム設計も行っていた。その後開発の途中でフレームを可変モビルスーツに転用する案が持ち上がる。可変モビルスーツデルタガンダムとして設計されたこの機体はシミュレーション段階で強度の問題が解決できず、通常のモビルスーツに設計が戻された。機体自体のポテンシャルが高かったこともあり、その後ガンダムマーク2のムーバブルフレームのデータを受けて開発が再度進み、非変形型のモビルスーツ100式として完成している。有名な話ね。笑わせるな。これ全部後付け設定だぜ。え、全部そこまで後付けだったっけ？もともと可変機だったとか試作型のフレームがあったとか、放映当時の仕様には全然書いてねえのよ。例えばこれ、ニュータイプ 100% コレクション。エウンゴ川試作モビルスーツ、型式番号 MSN100、 100式の名の由来はイッグディアス RMS-099 に次いで開発された機体であり、また製作会社であるアナハイムエレクトロニクス社の設計主任 M 長野氏が100年間持つようにとの願いを込めて型に文字を刻んだことから来ている。金色に輝く美しいボディをしており、現在はクワトロ隊員の専用機となっている。名前が漢字じゃなくて三要数字の100式なのは珍しいね。昔はみんなこうだったもんよ。プラモの箱にもそう書いてあったし、キッズはみんな数字の100式で覚えてるんじゃねえかな。名前が漢字のモビルスーツなんてちょっと変だもんね。宇宙世紀だとその後も出てないか、宇宙戦国時代にはそういう命名してるやつ出てきてもおかしくなさそうだけどね。宇宙世紀における漢字の扱いってテーマは面白いよな。もう使われてない言葉だけどあえて使うってのは俺たちもやってるだろう。そもそもデルタ、ガンダムとかがまさにそうだもんな。古代ギリシャ語ってラテン語と同じで普段使いはされなくなったのよね。でも重要だからエリート層は読み書きを勉強してたみたいだけど、今でも気取った文化人が古文とか漢詩とか引用したがるだろう。あれと一緒さ、長野博士は日系人だから滅んだ古語である日本語を使ったんだな。とにかくこの設定書の中には可変型がどうとかいう設定は一切ない。続いて放映の翌年1986年に発行されたゼータガンダム大辞典を見てみよう。長いから一部抜粋するぜ。アナハイムエレクトロニクスが現段階での最高のテクノロジーを投入した攻撃型モビルスーツ。特別なシステムは持たずオーソドックスな機体であるが、そのポテンシャルは他のモビルスーツの比ではない。しかしこの時代ではコントロールシステムがその能力に追いつかず、かなりのパイロットでなければ機能をフルに活かしきれない。そのためシャア専用機となった。一応リックディアスとガンダムマーク2を基礎としている。だがその特異性のため量産できず、一機が製造されたのみであった。カラーリングはゴールド、新たなシャアのカラーと言えるであろう。はっきりと特別なシステムは持たずって買い取るな。マーク2の技術を使ってることも、これも当時から言われてるんだね。しかしここにも元可変機という設定は見当たらない。じゃあ次に、たまに余計なことまで書いてある小説版の記述を見てみよう。うっかり富野が口を滑らせてるかもしれない。見てみましょう。エウーゴがシャアに用意したカスタムタイプの攻撃型モビルスーツ。史上最高の天才技術者長野博士の手による黄金の一品。ガンダム系のフレームを使用している。史上最高の天才技術者長野博士、なんか力を入れるところ間違えてないかしら。富野監督、俺子供の頃この記述読んでさ、物語にも使用集にも顔を出さない長野博士って誰だよってマジで怖かったよ。名前だけ出てくる博士って常にヤバそうな匂いするもんで、ね、村雨博士もそうだし、ミノフスキー博士もそうだし、外伝漫画とかで顔出ししててめっちゃ面白いパターンと、あーこれ思ってたんと違う見なきゃよかったってパターンと、どっちもあるよな。死ぬほど同意するわ。他にも放映当時の仕様なら腐るほどある。死ぬほど買ったからな。
だが百式ガモと可変機だったと示すものはなかった。俺の見落としならマジすまんが、少なくともメジャーな設定ではなかったはずだ。それが1990年代になると当然のように元可変機設定が品質する。1997年発売、機動戦士ゼータガンダムデータコレクション。リックディアスやネモなどのデータを元に開発された機体。開発当初はゼータガンダムの設計候補案の一つだったが、可変機構の導入が困難だったため非変形モビルスーツとして再設計された。ムーバブルフレームやウィングバインダーの採用により最高水準の運動性を誇る。バッチリ書いてあるわね。しかもこんな短い文章の中に急に重要な設定になったみたい。それはこの設定が百式のミッシングリンクを解消するものだったからだろう。ミッシングリンク、俺がざっと調べた感じでは1989年発行のエンターテイメントバイブル2グリクス戦争編、この書籍あたりから元可変機で設定が出始めたらしい。ゼータの放映終了後、ガンダムセンチネルやカトキはじめしらの作風が流行し、さらに90年代に入ってプラモやデザインもリアルにリファインされ始めた。そんな中、昔の謎のデザインを再解釈する動きが起きていった。一番わかりやすいのがガンダムとジムのパンツだ。今でも戦中派の初代信者の中にはガンダムとジムのパンツはこう決して分離していてはならぬという派閥もあるじゃろう。わかるわ、パンツ合体派ね。特にジムの前だれが割れてると激怒する人がいるから注意が必要だわ。ところがカトキ氏登場以降のリアル派閥においては、脚部の可動範囲を確保するためにはパンツは分離すべきという、パンツ分離派が勢力を広げる。この争いは21世紀に入っても加熱する一方だ。私分離派ね。ズンダモンはパンツ合体派？もちろんだ。真ん中で腰アーマーの割れたジムはジムではない、ジム後期生産型だ。ガンダムのプラモも1990年発売の初代 HG 以降ずっと分離派だ。足を稼働させる場合こうするしかなく、もはやこれが正しい空気さえあるが違う。設定画ではこの通りガンダムのパンツは割れない。イワンやジモーやはだ、お結構いるはずだぜ。足は動くがパンツの割れないガンダムないしジムを待望してる紳士たち、ないし足なんて動かなくていいからパンツを割るなと思ってる過激派も。コメントお待ちしております。とにかくそのように古いデザインの再解釈が行われる中、百式のデザインも何これってなったんだろう。確かに全身が妙にシュッとしてるし、顔はガンダムタイプっぽいし、極めつけはこの背中のバインダーよね。ゼータガンダムと近いものを感じちゃうわ。そこで百式はリックディアスとゼータをつなぐ機体として再設定された。さらにゼータ計画もこの頃には17歳のガキがひらめいたって設定には無理があるということで、随分前からやってはいたという設定になった。カミーユのアイディアはあくまで最後のヒントって設定になったのよね。そんで最近の設定ではもはやカミーユのアイディアは言及すらされなくなった。百式はその実験途中の機体として再解釈が進んだのか。これにより2つの違和感が解消されたわけだな。百式のデザイン何これ特殊すぎないという違和感、そしてゼータの変形をカミーユが全部ひらめいたの無理あるよねという違和感。ところがいいか坊主、ここからがガンダムの恐ろしいところだ。おっかなくなったら続きは聞かずにお家に帰ってミルクでも飲んでるんだな。どうする、聞くかい？聞くよおじさん、聞かずにいられるかってんだ。元可変機という設定が百式の特殊なデザインというミッシングリンクを埋め、ゼータ計画のリアリティを増した。しかしこれにより今度はまた一つ大きな謎が生まれてしまうんだ。ポイント2、百式の建造を可能にした奇跡の技術者。初代ガンダムでアムロが戦ってた期間が実は3ヶ月しかなかったってのは有名だな。そうね、9月半ばにアムロがガンダムに乗って、12月31日がアバオアク。じゃあゼータガンダムのグリクス戦役はいつからいつだか知ってるかい？私だってガンダム解説やってんだからね、さすがに知ってるわよ。確か0087年の2月か3月に始まって、結構長く1年くらいやってたんじゃなかったっけ？正解だ。ただし正確に言うと0087年の3月2日から翌2月22日まで、これがグリクス戦役だ。すごい、よく覚えてるわね。語呂合わせでもあるの？実はこれ現実でのアニメ放映年月日と全く一緒なんだ。嘘でしょ。1985年の3月2日に第1話黒いガンダムが放映されて、翌年2月22日空を駆けるで終わってる。ぴったり一緒だ。知らなかった。1年戦争短すぎだろ問題を繰り返すまいとしたんだろうな。かつめっちゃ覚えやすい。つまり放映当時は現実の季節と見てるアニメの季節がほぼ一致してたわけね。季節感ないアニメだからあんまり恩恵なかったけど、面白い設定だわ。そんでよ、
マーク2強奪して3機ともエウーボに来るのが3月5日とか6日とかなんだ。あ、フランクリン死んじゃうあたりね。それから次、百式の受領はいつだったか覚えてるか？月で受け取ったわね。アンマンかな？それっていつ頃？3月25日なんだ。すごいわね。ガンダムマーク2を強奪してから約3週間で完成させてんだ。とんでもねえ技術者がいたもんだぜ。どんなやつだと思う？敵から奪ったモビルスーツを解析して新技術を理解し、さらに開発中だったモビルスーツに応用する。そんで実際に建造して現場に下ろす。それを3週間でやったわけだ。1986年の本にもマーク2の技術を取り入れた的な記載はあるけれど、完成しかけてたモビルスーツに最後に取り入れたという話と、開発に頓挫して破棄されてたプランを復活させたって話だと随分違うわね。で、これよ、本編をよく見返してみたんだけどな、俺が見た感じ、マーク2強奪から月まででアーガマってどこにも寄港してねえのよ。途中でサイド1の30番地に寄ってるけど、当然あそこは無人だしね。ってことはガンダムマーク2を下ろすタイミングがないのか。そうなのよ。マーク2を強奪してからマーク2を参考にして作った百式を受領するまでアーガマはどこにも立ち寄っていない。ということはまさかあっという間にマーク2を解析した犯人はアーガマの中にいる？そうさ、やつさ、たった3週間で敵の新技術を解析し自分の新兵器に応用できるようにした天才技術者、それはアストナージメドッソ。嘘でしょ。他にいねえのよ。いや、スパロボじゃないんだから。確かにあの人スパロボだと、モビルスーツからデッターロボまで何でも整備してるし、強化しといたぜとか言ってストナーサンシャイン強くしたりしてるけど、あれ冷静に考えるとめちゃくちゃおかしいよな。バルカン砲改良するのとデッター戦の兵器改良するのとじゃわけが違うぞ。まあ現実にはバルカンでも威力 10% もアップさせたら十分天才科学者だけど、いずれにせよアストナージさんって腕のいい整備士って感じはするけど、新技術を開発したり設計したりする人ってイメージじゃないよね。でも下ろしてないとするとアストナージさんしかいないのよ。あとはカミーユがやったか。とにかくアーガマ艦内でマーク2を解析し尽くして月にデータを送った人がいる。あるいはマーク2の中に設計図や機体のデータが保存されてて、それをコピーして送ったとか。開発中の兵器にその兵器自身の図面入れたりするか。ましてや第一級の軍事機密みたいなもん。どうかしら、開発中の軍事兵器を強奪したことないから全然わかんないわ。図面があろうがなかろうが、こんだけ時間のない中、しかも現物を一切見ずに強奪した兵器の技術を転用して百式を完成させた天才技術者がいたわけだ。アーガマ艦内か月のアンマンに。かなり無理があるけど、ガンダムではよくあることだから。次行こう。ポイント3、金ピカ。あとよ、こんなの面白がってるの俺だけかもしんないけどさ、百式の金ピカ対ビームコーティング塗装ってやつよね。ビームに触れると蒸発して機体を保護するってやつ。これも後付けよね。劇中ではそんな描写一度もないわ。普通にビームライフル食らって手足吹っ飛ばされてるしな。弾いたとか軽減させたようなシーン、ちょっと俺は思い出せない。私もだわ。そして対ビームコーティングなんて設定は俺が子供の頃はなかったと思う。私もだわ。こいつの起源はどうやら1999年に発売された HGUC100 式に遡るらしい。プラモの説明書にある機体説明に書かれているんだ。ただしこの時の表現が面白いのよ。今はバンダイ様のサービスで過去の説明書がオンラインで読めるのよ。全くありがてえよな。早く旧キットも載せてほしいけど、 HGUC の最初の方、ナンバーボの方の100式の取説引用するぜ。全身が金色にコーティングされているが、これはタイビーム機能を持つ合成樹脂のエマルジョンの一種で、一般には敬遠されていたカラーであったものを、設計思想に対する登場者クワトロバジーナ対乗り換えによってそのまま採用されたものである。性能的には他の塗装と大差ないらしいが、前線での視認性は抜群であったという。驚愕の一言、性能的には他の塗装と大差ないらしい。はあ、つまりこの金色はやたら目立つだけで何の効果もないというわけだ。すげえだろ。タイビーム機能を持つエマルジョンがどうこうあるから、一応ビーム耐性はあったようだけど、それは他の色でも一緒だったのね。別に金じゃなくてもよかった。多分リックディアスの赤も同じくらい弾いてたんだ。この設定が一人歩きして百式はビームコーティングされてるってなっちゃったのかだろうな。下にかときはじめさんのコメントがあるわね。現代的にリファインしつつ金ピカについてはこういう設定にしたんだ。やるわね。俺これ素晴らしい設定だと思うんだよ。金色はただ目立つだけ、特に効果はない。制作者の長野博士は100年持つモビルスーツになれと思って作った。その願いを込めて100の字を書き、
塗装も金ピカに塗った、特に効果はない、そんで普通目立たない色にしてよっていうところ、シャアはこう言った。なるほど、そういうことなら金ピカで行こう。そんでそのまま授業した。全然意味ないのに、目立つだけなのに、かっこいいよな、最高だろう。心意気の世界ね。かっこいいは効果はないけど、だいたいシャアの最初の赤だって同じなんだよな。赤い、目立つ、特に意味はない。別に赤いから速いとか強いとかじゃなく、むしろ目立って的になる。以前戦術解説で喋った通り、白兵戦においては味方に撃たれないメリットはある。それに敵や自分に対する心理的効果は見逃せないわね。以前紹介できなかったけど、菊池寛という昔の文盲に型という作品があるわ。昔々、超目立つ真っ赤な鎧と金ピカの兜をつけた中村新兵衛というお侍がいた。敵はその姿を見るだけですくみ上がり、新兵衛は無双していた。ある日、元服したての若侍が新兵衛にこんなお願いをするの。明日が初陣です。つきましてはその赤と金の鎧兜を貸してくれませんか。新兵衛はこれをつけるのは大変だぞと笑いつつも貸してやるのね。新人なのに目立って大変そうだが。するとその若侍はバッタバッタと敵を倒し大活躍する。新兵衛はその様子を見て喜ぶんだけど、逆に自分はなぜか普段の力が全く発揮できず、なんと敵に打ち取られてしまうの。中身と外見、あるいは実力と見た目、どちらに本質があるのかしら、というのを問いかける面白い短編よ。5分で読める超短編だから、ぜひ読んでみてね。とにかくシャアは特に意味もないし効果もない金ピカを受け入れることで、長野博士の思いを引き継いだわけだ。個人的にはこの金ピカ意味ない設定がすごく好きでな。別にビームコーティングを躍起になって否定したいわけじゃないんだが、この設定の方が面白くはないかいと、後付け設定の好きな方々に聞いてみたい。これも後付け設定ではあるけどね。でも実は何の意味もなかったという後付けは、ちょっと後付けとも違うと思うんだよな。非常にセンスのある設定だと思うぜ。ポイント4、特に特徴のない機体。というわけで、本来ビームコーティングなんてなかった、さらに変形機構があったなんてのも後付けだ。そうなると最初の方で紹介したこの表現が最も百式らしい表現になる。特別なシステムは持たず、オーソドックスな機体であるが、そのポテンシャルは他のモビルスーツの比ではない。ゼータガンダム大辞典より、特に特徴はないが全体的に高性能、もともとそういう機体だった。そしてこれこそシャアが最も必要としていた機体なんだ。どういうこと？シャア本来の戦い方はどういうものだったか。機動戦士ガンダム第2話と第3話のシャアザクの戦闘シーンを思い出してみろ。見せてもらおうか。連邦軍のモビルスーツの性能とやらを、当たらなければどうということはない。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差ではないということを教えてやる。本来シャアは大火力で押し切るとか、遠距離から高出力でなぎ倒すとか、そういう戦い方じゃない。運動性の高い機体で接近戦を仕掛け、確実に仕留める、そういうスタイル。ジオングやサザビーがシャアにとっては珍しい機体だったのよ。ああいう大火力かつ短期決戦の戦い方よりは、信頼性が高く堅牢で癖の少ない使い手の技量を反映できる機体が好み。脚式はまさにそれに該当するわね。というかそれアムロともそっくりね。その通り、アムロも最後はニューガンダムのようなシンプルで堅牢な機体を選んだ。そして百式を高く評価している。逆襲のシャアの時にこんな有名なセリフを残しているな。なんでゼータガンダムが手に入らないんだ。それに百式も悪いモビルスーツじゃなかった。ずいぶん長く乗ったはずのリックディアスやリジェじゃなく、一応ガンダムであるはずのマーク2でもなく百式を評価してるのよね。このことからもかなりいいモビルスーツだったことがわかるわ。そしてこのセリフからも、実はシャアとアムロは機体の好みが非常に似ていることがわかる。シャアは立場上いろんな機体に乗っている。外伝作品ではどでかいモビルアーマーに乗せられて、これは私には合わんとか言ってるけれど、本当にそう。シンプルかつ堅牢で運動性が高く格闘戦に向く、そういう機体を欲していたシャアにとって百式は最高。おまけに特に意味はないけど目立つというオプション付き。最終話でジオとキュベレイ2機を相手にして、なんとか生き延びているのも百式のような機体に乗っていたからよね。ジオン部だったらどうだったかしら。7年前の機体で性能差があるっていうのを差し置いても、あまり部のいい戦いにはならないはず。百式のような身軽さと運動性があればこそ、二人の猛攻を交わせたわけで。ジオン部は強力だけど、その分小回りは効かないだろうしね。ちなみにもともとゼータガンダム用のラフだった長野守氏のデザインをシャア専用機としてリファインさせて百式と名付けたのは富野音体だった。俺も最初はなぜガンダムタイプをシャアにあてがったのか謎だった。
でも考えてみるとガンダムタイプこそシャアにふさわしいモビルスーツだったんだよ。基本性能が高く、素直に人間の形をしている。個人的にモビルスーツが人型である最大の利点は、イメージのしやすさ、だと思うんだ。例えば足が8本あるとか手が3本あるとか、不思議な体の機体の場合、人間が操作すると直感的にイメージできない。機械にとっては8本足とか都合いいかもしんないけどね、それを手足のように使うのは難しくなるわね。そしてコンマ何秒の単位で反応しなければならなくなる戦場では、人間型である。つまり操縦者が直感的にイメージできるメリットはかなり大きい。特にシャアのようにキックやタックルなども使うパイロットにとって。アムロが最後に癖のないニューガンダムを選んだように、シャアも素直で性能の高い百式とは相性が良かったはずだというのはうなずけるわ。特に特徴はないが、個々の性能が高い。そんな百式はまさにシャアにとって、待ち望んだ専用機だったと言えるはず。そう考えると百式には後付け設定なんて必要ない。むしろない方が百式らしいとさえ言えるんだ。可変も関係なく、金ピカにも意味はなく、プレーンで高性能。デルタガンダムをはじめ百式から生まれた派生機たちは確かに面白いけどな。ただこのなんもねえただの金ピカが百式の真の強さだし、これこそ俺の一番好きな百式なんだ。まとめ。ところでその口調何だったの？ずっと言わなかったけど。特に意味はないのだ。百式の話してたらつい熱くなっちまってな。おかげで喋ってる内容が半分くらい頭に入ってこなかったから、もうやめてね。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、メンバー登録頼んだぜ。今回紹介したような古い資料を揃える上でもメンバーシップの応援助かってるぜ。毎月一度の楽しい限定動画、他特典付き、よろしくな。アバよ。